はい、こんにちは。はい、こんにちは。パチパチ。ジジハンです。マスク外すんや。かっちゃんです。ムイです。来ないと思ってた場所ですね。姉川古戦場跡の夜版。夜版。いや、正直ね、来ないと思ってた理由が2つありまして、うん、1個は、うん、単純にあなたがとんでもないグロ映像を見せられたから、なんていうの、もう、なんていうの、嫌なんだろうなっていうのと、もう1つ、うんうん、ここって夜来るほどなんかすごいものお昼感じたんですのっていう。全然不安。暇つぶし。やめろ、で。暇つぶし。パッとなんで。ドライブだな。久々の、ムイ君との。わざわざ滋賀までか。うん、2時間かけて。まあ、変な話違うのに、昼間行ったら夜も行く。っていうのが、まあ、じいちゃん、ルール。と、うん、いうことで今日は、まあ、雨もちょこっとポツ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 降り出しとるで。降ってるかな今。うん、ポツポツ降ってる。まあほら、ポツポツ降ってる。まあとりあえず行こう。行きましょう。ではまたちょっと行ってきます。はい、では今日は姉川の出た姉川の橋です。橋です。やっぱしここに、ここら辺に映るんだよね。オーブが。女性の方？オーブが映るね、ここは。形しか映らないんだな。おー。大体この辺です。なんて？大体この辺に、すげえな。これがな、伝わらんがな。え、そのグロ映像まだ見えてるの？もうすげえもん、体中の鳥肌が。うん。わからんだろうな、この鳥肌が。わからんな。取り方のとの字もないよ。なんで？知らんな。やべえな。はい、ね、今なんだかんだ頑張ってやってるんですけど、なかなかね、不気味はすごい不気味っすよ。はっきり言いますが、はい、もう雨とオーブの境目がなくなってきてます。今もう海だな、シャッター。あら、いや、ここが一番すごいっす。ほんとすごいっす。まあ、姉川の河川かなんか知らんけど、まあ、ちょこちょこオーブは集まってきてますね。よくこういう合戦場とか、そういうなんていうの、その侍時代の戦死者だと、はい、鎧の格好の幽霊が出るって言うけど、それは一人もいない。いないですね。死を覚悟した人と死を覚悟してない人はまあ分かんないですけどね。鎧かぶって死を死にたくねえよって言っとる人もおるかもしれんし。なんていうかさ、あなたがその要は合戦当時の映像を見えてるって言うけどさ、それ別にそれだけの数のオーブがここにいるとか、幽霊がここにいるわけじゃないでしょ。いるわけではない。そんな。ただ、それを伝えよう、今日はその伝えようとする人がいないから見えてないだけ。電気消して。はい。マスクする。
ってこれムイ君すらほとんど映らないもん光が。なんでこった？これは解散するべきだ。もっと違う、もう雨しか映んねえぞ。ああ。でもちょこちょこポンポンポンがあるで。ポン。そのちょこちょこいるのは一般通貨普通のオーブな、当時のそれとかではなく、当時じゃないね、なんかそんな感じはしないですね。皆さんちょっとね、雨と風がすごい邪魔してる。何もねえでかな、遮るもんないですからな、この辺。っていうか、木もないじゃん、だってもう本当に野原って感じで。俺野原死んで好きです。静かになるな。もうやっぱそこだけだな、こっちからもないな。そこだけだ、この手すりのとこだけだな。こっち側の手すり、うん、こっち関係ないね、こっちはね。ああ、まあ公園側が、うん、あの公園側が破裂だったって言ったら、まあこっち側の方でそのよっぽどねえ河川はあったんだろうけど。寒いこれ。どっちの寒さ？両方。キャー、両方。鳥肌がもうすげえ。あ、なんかやばいのはある。やばいな、本当にやばい。夜これに気づかないムイ君っす。映像バグがすごい。なんだこれは。画面に水がついたか知らないけど、一瞬映像バグがすげえことになった。だろう、俺の方ももうレンズに雨がつくもんでさ、気づきが。今なんか落とした？これではなく？え？あれ強えな。はい、どうも。短い探索。まあ雨の日だからね。うん。な。途中で切り上げっていうのも半分ありますから。やっぱしね。雨の日は。ダメだね。カメラが壊れる。消えた。そうだろう。ということで、また晴れ来よ。そうですな、晴れの日に。きちんと撮った方が良さそうだな。なんか変な。来るだけの価値はじゃああるんですな、夜晩でも。これ。てなことで今日はもう、退散。退散。また。うん。晴れの日に。晴れの日にね、またね、しっかり撮ってみます。なんか、ね。帰る気満々で、ね。帰る準備しながら言うんじゃない。いや、違うんて。なんか、これねえと落ち着かんのだわ。いや、もう、さっさと帰るべ、みたいなノリでさ。